私とあなたはこうして出会ったんだ。僕が君を初めて意識したのは去年の6月夏の服に着替えた頃、転がってきたボールを無視してたら、僕が拾うまでコーチを見て待っていた。透明人間そう呼ばれてた。僕の存在気づいてくれたんだ。おいそこの透明人間やめなよ。大丈夫？いつの日かまた孤独に慣れていたけど、僕が拒否してたこの世界は美しい。ありがとう。こんなに誰かを恋しくなる自分がありがとうございました。全然だよ、あんなの無視しとけばいいのに。私慣れてないからそうなんだ。ひかり行くよ。あ、ごめん、またね。24時間心が空っぽで、僕は一人では生きられなくなったんだ。でも孤独より居心地がいい愛のそばで幸せを感じた。 I love you! うララ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 ラ。そう確かに僕はいた。あそこにいんの投稿軍団じゃん。うわ最悪、早く帰ろうよ。一緒に行こう。ごめんね、私のせいね。こんなに心が切なくなる恋ってあるんだね。キラキラと輝いて名乗ってもらえるか分かんない。私ずっと透明人間って呼ばれてたから。じゃあ約束しない？約束？そう、次会う時までに名前教えて。うん、約束。何も分かっていないんだ自分のこと。希望、ひかりちゃん、私希望って言うんだ。超いい名前じゃん。うん、自分の存在なんて
なかったと思ってたんだ。それでもみんなが私に希望をくれた。ありがとう。ありがとうございました。泣いてる、みんな泣いてる。ありがとうございました。ちょっともう泣いてますよ。泣いてる。お客さん、ね、お客さんが泣いてますよ。ごめんね、泣かせて。あのおじさん泣いてますよ。泣いてます。大丈夫ね。よかった、よかったね。よかったね、すごいね。いやー、ひとかちゃんもなんかね、ちょっと感動してみてたね。そう、うん、やばいよね。ジーンってきた。これオリジナルなんでしょ、物語。はい、これはすごいよね。そうなの、小池さん。すごいね。すごいね。すごいでしょ、ワールドが。すごいね。これ本に書くの、本に書くの、それとも自分でやりながら。なんとなくこんなイメージかなと思って。何回もやって固めていくんだ。はい。なるほどね。はい、曲に合った演技を取り入れた小泉遥香。見る人が感動するステージとなりました。小泉遥香でした。